今日は天神橋筋6丁目駅の近くにあるラーメン総大将行ってまいりました。っていうかもう食べてきました。こんな感じでした。最高の布陣です。はい、というわけで食べてきたんですけども最高に美味しかったです。つけ麺とラーメン食べたんですけども、どちらにも柚子が入っていて、その柚子の風味もとっても美味しいし、でね、もし初めて行く方は絶対にまずは普通の黒大将ラーメン食べた方がいいです。ラーメンのあの醤油、最高の塩加減でした。めちゃくちゃ美味しいのでぜひラーメン食べてみてください。そしてなんといってもね、チャーハンも非常に有名なので、総大将天神橋筋6丁目下車すぐです。行ってみてください。最高。ちなみに普段は行列作ってるそうなので、時間帯をちょっと外すとこんな風に、今とか全然並んでない、あ、ズームできない、今とか全然並んでないように、お昼を過ぎると比較的に食べやすいと思います。はい、というわけで天禄帰ってきました。もう総大将食べて、その後にあんなに大きいプリンとかき氷食べたらもうお腹キンキンです。ちょっともう苦しいです。帰って寝ましょう。おやすみなさい。